ネフスキー大通り1890年代の放キ広場付近、モスコーフスキー駅ネフスキー大通りは、ロシアのサンクトペテルブルクにあるメインストリートである。ネフスキー大通りは、ピョートル一世によって、ノブゴロドとモスクワへの街道として建設が計画された。ネフスキーの名は、ネバが、ロシア語の文法規則により語尾変化したものである。現在のネフスキー大通りは、旧海軍省。 アレクサンドロフスキー公園からモスコフスキー駅のある放棄広場を経てアレクサンドルネフスキー大修道院に至る。沿道にはペテルブルクを代表する建築が立ち並ぶ。主なものとしては建築家バルトロメオ・ラストレッリによるストロガノフ宮殿、ペテルブルクにおける巨大な新古典主義建築として知られる火山聖堂アール・ヌーボー様式の本の家。 18世紀に建立された6つの教会や、啓蒙先生君主として名高い女帝エカテリーナ2世の記念碑など、歴史的、宗教的施設のほか、ゴスチヌイドボールと呼ばれる18世紀のショッピングセンター、パサージュ百貨店や、グランドホテルヨーロッパ、ネフスキーパレスなどのホテルが林立している。このほか、文教施設としては、ロシア国立図書館がある。 ネフスキー大通りのほぼ真ん中をフォンタカ・ウンガが横切るが、ここにかけられているアニーチコフ橋は馬の銅像と共に有名である。ネフスキー大通りはペテルブルクを舞台とするロシア文学、小説に頻繁に登場する。コウゴリはペテルブルクの喧騒をネフスキー大通りなどの小説に書き表している。19世紀ロシア文学の黄金時代を築いた文豪たちが通ったカフェレストランが 文学カフェとしてこの通りに面して残っている。ロシア革命後、ソビート政権が樹立すると、1918年から1944年までの間、ロシアで起きた最初の革命的出来事であるデカブリストの乱を、記念する10月24日大通りの名で呼ばれた。ネフスキー大通りの夜景郷、ネフスキー大通りは、サンクトペテルブルクの目抜き通りとして、 都市機能の中枢を担っている。繁華街として、昼夜を分かたず、多くの市民の生活の中心であり、高級な商店、住宅などが存在、または建設中である。日本センターも火山聖堂近くのこの大通りに、面したビル内に設置されている。また、金融街としても注目されている。サンクトペテルブルク、日本センター。ありがとうございます。